面白いね、ネットフリックス。本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて、今日はちょっとまあマニアックというかゆったり会でございます。普段このチャンネルではですね、仕事の生産性を上げていくための手帳術とかノート術とか、まあ仕事への考え方みたいなものが多くて、もちろん私の持ち物とかガジェットというのもやっていますが、よく言うんですよね。ライブ配信とかを普段見ていない方からすると、K イコール仕事の鬼みたいな、なんかすっごくそんなイメージがついてしまうんですけれども、決してそんな人ではありません。ボイシーとかでもね、最近お話ししたんですが、私がスケジュール管理、タスク管理をなんでしているのかというと、すべては休むためですよね。家族との時間をとってプライベートを充実させるために、普段の仕事頑張ってこなして生産性上げてしっかりプライベートを楽しもうというのが、まあ個人的な普段の考え方なんですね。で、私もですね、家族がまあいますので、土曜日日曜日とかお休みの日になると子供や妻とかと過ごす遊ぶことが多いんですが、もちろん自分時間、一人の時間というのもすごく大事にしています。視聴者様からのコメントとかですね、メッセージ、ライブ配信とかで、 K ってさ、一体趣味何なのってよく聞かれることが増えてきました。今改めて思い返すと、長い趣味もあれば、やっぱりこう定期的に変わっていくというか、その時の流れによってハマっているものって変わったりしますが、今日はですね、最近私がハマっているものをね、いくつか紹介していければなと思っております。今タイトル言っちゃいましたけれども、仕切り直し、今日のテーマはこちら、アラフォーのおっさんが今ハマっているもの。というわけで、今年39歳になった子供2人いる私が今仕事をしながら何にハマっているのか少しお話ししていきますので、もし何か今趣味を探されている方のまあヒントになれば嬉しいし、同じ趣味の方ぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。それでは今日は私の趣味行ってみましょう。それではまずは1つ目、このチャンネルのまあテーマというか、一番は皆さん好きなものからだんだんマニアックになっていきますね。1つ目ね、ロル版ミニなんです。通称ロルミニというもので、実は今までロル版ミニをメインで使ったことってなかったんですよね。動画の中で、まあ、こうメモの書き方とかの考え方で登場はしてくるんですけれども、普段ロルミニを持ち運ぶということがなかったんですが、これ今めちゃめちゃハマってるんです。めちゃくちゃいいなと思って。実はですね、私来年のメインの手帳ってほぼ日手帳のカズンというものを使っていきます。カズンの動画また出してはいくんですけれども、2024年版のカズンを買ったので、もう手元にはあるんですが、スタートしていく月というのがもちろん今月ではないですよね。なので私の机の中でこう眠ってるんですけれども、早く使いたくて、普段プランナー使ってたんですが、もう早くほぼ日のカズン使いたいし、なんなら2024年版使うタイミングでもうすぐにもうある程度フレームワークとか使い方というのを自分の中でしっかりと落とし込んだ状態で新年スタートしたいというのがあったので、このタイミングで2023年のほぼ日手帳のカズンを購入してるんです。もう9月ですよね。10月突入するんですけれども、9月から残りこの数ヶ月のみ2023年のカズンを使ってます。めっちゃ面白い手帳ですよね。で、その中で自分でですね、こうアイディアとかをまとめたりしたい時ですよね。今までほぼ日手帳のプランナーってちっちゃい手帳だったので、基本的にはその思いついた時とかアイディアを書き残したい時、カバンからさっと取り出して書き込んだりできていたんですが、カズンって大きいし、ケースまで入れてしまう、カバーだけ入れてしまうと、でそれなりにやっぱり大きくなってしまいます。ロロマクラシックの英語サイズまではいかないとしても、それに匹敵するぐらいの重量感になっちゃうので、そう簡単にカバンの中からバシバシ出して書き込むことができないんですね。でなんか不便だなと思ってて、やっぱりこうふと思いついたこととか、ささっと書き込みたいことを書き込めなくなるのはカズンのデメリットだなと思って、
なんかそういったとっさな気づきをまとめる方法ないかな、そうだちっちゃいメモ帳を使えばいいじゃないというところで、実は今 M5 サイズのシステム手帳をちょっと購入しようか検討中で、ただ M5 サイズのシステム手帳って言っても値段しますよね。ロルミニって数百円で買えますが、M5 のシステム手帳一式揃えるとやっぱり1万前後してくるので、ちゃんと事前に購入する前に自分が考えている使い方が実現できるのかどうか、そういったテストも含めてロルミニというのを試験的に使ってますが、すこぶるいいんですよ。リングノートになるので折りたたんでしまえば裏側にこのようにこう表紙持ってくることができるので、すっごくコンパクトに書き込むことができます。 M5 の手帳では多分これができないんでしょうね。まあただやはりこう所有感であったり経年変化を楽しむことができるというメリットがありますが、まあ、ロルミニは折りたたんで背面に持ってくることができるよっていうのと、この小さい面積だからこそ一つのテーマのみ絞って書くことができるのですっごく楽。英語サイズのノートとかプロッターになると、面積が広いからその中でいろんな情報がこう拡散したりするケースってあるんですよね。それはそれで便利なんですけれども、ロルミニは小さいのでもう1枚に1つのアイデア、1つのブランドのことを書いてしまうようにしています。そして丸型ステッカーでコモンプレイスで色分けしてしまって、あとはこれね、ご存知の方多いかと思いますが、リングノートですけれども切り込み線、切り取り線が入っているのでピリピリっとこれめくることができます。でめくってしまったものを他のバインダーで保存したり、あとはカズンの方にテープで貼ってしまったりしながら、思いついた情報をすぐに書き込んで簡単に収納仕分けできるという点ではすごく今相性がいいんです。で、レザーではありませんが表紙もすぐボロボロなになってくるので、今はこのロルミニというのを基本的には仕事の上着の胸ポケットとか、あとはカバンの一番取り出しやすいところに入れてアイディアとかをとにかく書いてます。あとね、余談で言うと YouTube のサムネ画像のだいたい横と縦のこの比率にすごく似ているので、サムネの雰囲気のデザイン考えたりする時もこれを使ったりしていますね。ロルミニ、M5 サイズの手帳も買うと思うんですけれども、ロルミニ安くてすごくアイデア整理にはいいので、よかったらチェックしてみてください。では2つ目はこちら、君たちはどう生きるか本ですね。 K が読んでる本紹介してくれってよく言われるんです。で書籍企画はまたやろうと思いますが、せっかく今日今ハマってるものっていうところだったので、読んでる本1冊紹介しますね。君たちはどう生きるかって今宮崎駿さんジブリの映画として公開されてますよね。で私あれまだ見てないし、ネタバレも全く読んでないので、一体あれがどんな映画なのかが全くわからないし、この本との関連性も実は全くわからないんです。じゃあなんでこれ買ったのかというとですね、私が通っていた中学校があるんですけれども、その中学校ってね面白くて、小学校6年生で小学校卒業して中学校に入るまでの事前課題というか事前宿題として、それの読書感想文を書いてきなさい、そして記憶がね正しかったらね中1の原告すべてを使って読んでいくという内容だったと思うんですよ。これ聞いてもしかしたらどうなの、視聴者様に同じ中学校の方いるかもしれませんね。中学校名書かないでくださいね、はい、というね不思議な素晴らしい学校だったんですが、いかんせんね学生の頃の中学校の頃の私って勉強めちゃくちゃ嫌いだったんですよ。なんで勉強嫌いだったのかとかね、ボイシーのね1回目とかを聞いてもらうと分かるんですけれども、すっごく嫌いだったのでほぼほぼ読んでなかったんです。これはい、宿題全くせずに、その場とか前日にパパッと読んでごまかして勉強するみたいなスタンスを中学校の時代は続けていたので、全く記憶に残ってないんですこの本。はい、全く主人公のコペル君という名前だけは覚えていて、全く内容が入ってないんですよね。中学校の原告の先生ごめんなさいというところで、ただねこの年になってそういった映画化になったじゃないですか。で多分連動してる可能性とかはあるのかなと思うんですけども、今すごく学ぶことが好きになりました大人になって。
今の自分がちゃんと真面目にこれを読んだらどんな印象を受けるのかなって、どんな成長を中学校の時代からしたのかなっていう、その個人的な自分自身の成長もすごく気になるし、一体この本には何が書かれていて学校としては何を伝えたかったのかを読みたくて今これ読んでるんですけども、超深いし超面白いです。はい、めちゃくちゃおもろい。その時の気持ちとか、その時のまあ役職ステータス立場によって考え方は変わる本じゃないかなと思っています。行間を読まないといけない本にはなりますが、その言葉の裏に隠された魅力とか思いとか、著者が伝えたいことって何なんだろうというところに思いを馳せるということは、目配り気配りという仕事にもこうね紐づいてくるところたくさんありますので、よければ何か新しい本探されている方、私も今読んでますので、君たちはどう生きるかぜひ読んでみてください。続きまして3つ目から、ここからちょっとマニアックになってくるので、興味がある方はお付き合いよろしくお願いします。ウイスキーでございます。前回かな、なんかの動画でお話ししてるんですが、私仕事から帰ってきてですね、もうウイスキーとかジンを炭酸で割ってお酒を飲むというのがめちゃくちゃ好きなんですね。で、今までは別にウイスキーにそこまでお金をかけるというか、もうすることなかったんです。どうせ同じだろうって、アルコールが取れればいいやみたいな感じだったので、でずっと同じの使ってたんですが、ある日ですね、自分が普段使っているウイスキーがなかって、別のウイスキーでハイボール作ったんですよ。まあ、お酒好きな方からすると当たり前なんですけども、味が全然違いますよね。当たり前ですけど、それが衝撃で、こんなに味って変わるんだ、ウイスキーって面白いなっていうところから、最近は1本開けると違った種類のウイスキーに変えていくというのが私のまあマイブームなんですね。で、今私が飲んでいるのがですね、サントリーオールドというウイスキーなんです。市販されているウイスキーの中ではちょっと値段高めな方やと思います。前々からそのね、デザインがすごくクラシカルで気に入ってたので、まあ、今回ちょっと高いけど買ってみようかってところでまあ買ったんですね。2000円しないぐらいのウイスキーなんですけれども、やっぱこれ美味しい。まあ、サントリーのウイスキーっていうと角ハイとかもやっぱ有名ですが、角ハイの方が値段安いし、ハイボールで割った時にめっちゃスッキリする感じですね。スッキリってするんです、ドライな感じなんですが、このオールドの方ですよね、サントリーオールドの方は角ハイほどのなんだろうな、スッキリ感はない、ただアルコール度数がちょっと高め、 43% だったと思うので高めで甘いんですよ。ただ甘いって言っても、以前私が飲んだリクほど深くも甘くもない適度な甘さって感じなので、同じハイボールでも全然風味が違います。なんとなくこう唐揚げとか脂っこいもん食べてすっきりググッと飲むって時は角ハイって感じで、そんなに脂っこいものはまあ食べずに、なんならハイボールだけで一杯こうやりたい時とかはサントリーオールドの方が好きかなって、まあこのあたり個人の好みにはなるんですけれども、非常にね、今飲んでて美味しいなと思うウイスキーの一つですね。今日も仕事から帰ったら一杯ググッとやりたいと思います。続きまして4つ目はですね、ネットフリックスです。はい、ですね、私の家ってディズニープラスとアマゾンプライムは入ってたんですよ。娘息子がめちゃめちゃ見たりするとかね、あとはまあ鬼滅とか見てたので、まあプライムとか入ってたんですけれども、やっぱりね、どうしても興味があるようなドラマとか映画ってネットフリックスの方が多かったりするんですね。で、ツイッターとか、まあ、見ていてもネットフリーいいよって書いてる方いたので、まあ、娘息子が最近ですね、ディズニーそこまで見なくなってきたから、とりあえず、まあ、今月だけはディズニープラスをお休みにしてネットフリックスに変えようってところで、先月からネットフリックス入れてるんですが、面白いね、ネットフリックス。今まで見たかった映画とかドラマがたくさん見ることができるので、 Amazon プライムとはまた違った良さがあるなとは思っています。で、そんな中、最近ネットフリックスで見ているのが韓国ドラマのカウンターズという、まあ、ドラマですね。今シーズン2までやっていて、もともとウェブコミックスを、まあ、原作に、ドラマ化されているものなんです。要は、まあ、主人公たちが悪霊と戦っていきますよという、まあ、お話なんですけれども、めっちゃおもろい。うちの嫁さんが先に見てて、もう深夜まで見て寝不足なるって言ってて、
あんたも見なさいって言われたんですが、ハマり症なので、ハマってしまうとやっぱり動画編集とかの時間がなかなか取れないと、本業もあるしこれきついから見ないでおこうと思ってやめてたんですが、まあ、奥さんが1話だけでも見てくれと言ったから見たんですよ。止まらへん、めちゃくちゃおもろい。私って結構ね、なんだろうな、伏線もちゃんと回収してくれて、まあ、ハッピーエンドで爽快で適度な感動があるみたいな、もう超わかりやすい、なんちゅうのが昭和、平成前半のドラマみたいなものがすごく好きなんですよ、昔から。年取ったなと思うんですが、カウンターズってね、結構近くて、すごくテンポ感が良くて面白い。ネットフリーなので途中に広告ってないですよね。1時間怒涛のようにこうドラマって過ぎていくんですけれども、本当にこう1時間の中に感動とか笑いとか、あとは驚きみたいなものがすごく凝縮されていて、またこの今日はもう2話しか見ないでおこうって決めてるのに、次の予告見るともうまた再生ボタン押しそうになるわけですよね。ネットフリックスも見られて方で、何か新しいドラマ見たいなと思っている方ね、カウンターズめちゃくちゃおもろいから見てください。ただし寝不足注意でございます。それではラスト、ゲーム、ファイナルファンタジー7エバークライシスです。最近リリースされたスマホ向けのまあアプリゲームになるんですが、私一応ゲームちょっとするんです。あんまりしないようにはしています。やっぱりゲームしてる時間に情報収集したいって思ってしまう人なので、極力スマホゲームしないんですが、これだけは事前予約してたんですよ。もうやりたくてやりたくて、私と同じ39歳、昭和59年前後の方って、プレイステーションとファイナルファンタジー7というのが当時どれだけ人気でやばかったのかってもう分かりますよね。今の子たち、まあ、息子とかが見ると当時の動画を見るとね、何このポリゴン、何これって言うんですけども、当時ってもうあれが最先端でびっくりしたんですよね。中学校の入試も終わった時期だったので、勉強から解放されてとにかくやり込んだ時期があったし、いわゆる攻略本、当時ウェブサイトもないから攻略本がメインの時代ですよね。6年間使ってた辞書よりも数ヶ月でボロボロになるぐらい読み込んだのがファイナルファンタジー7でした。で、数年前7のリメイクがプレイステーションの5かな、4か5で出た。で、やりたかったんですが、プレステを買い替えるお金もないし、絶対時間もその帰ってから仕事もあるからできないってことでもうやめてたんです。で、うちの親族が FF のリメイクやって、Kめちゃくちゃ面白いよと、もう当時ハマってたら本当に面白いからっておすすめはされて、 YouTube で動画は見てたんですけれども、ずっとやめてたんですね。で、今回されたアプリはですね、そのリメイクまではいかないんですけれども、戦闘システムとかはリメイククラスのクオリティになってるのに、ストーリーのデザインはもうおっさんホイホイです。当時私がやったファイナルファンタジーの世界観を継承してるんですね。まあ当然戦闘システムとか、どうせ課金戦闘無理とかあるので、いつか飽きるんですよ。課金してクリア戦闘あかんゲームは飽きちゃう人なんで、やらなくなっちゃうかもしれませんが、タイムリーで今久しぶりにゲームにハマってるのはこの FF7 のエバークライシスですね。はい、というわけで今日は私が今タイムリーでハマっているものを紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあやっぱりこう仕事ってなりがちですが、家に帰ってからの時間、今日はドラマ見よう、今日はステージクリアしようとか、思いついたアイデア書き留めようみたいな時間ってとても大事ですよね。長期じゃなくても短期でも構わないので、ハマっているものいくつかこう持っとくと、やはり視野とか視界も広がりますし、気持ちに余裕が出るなと思いました。ぜひ今日紹介した、まあ私の今ハマっているものですよねの中で、興味があるものぜひ皆様も試してみてください。今日紹介したものの一部というのは多分ね、定期的に変わっていくので、まあハマっている本とか最近飲んでいるお酒とかは、まあこういった動画でまた折に触れてできればなと思っております。というわけで、いつもと違った感じでしたが、本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。